引っ越しです。移動します。ありがとうございました。3ヶ月。はい。お、牛さんや。牛さんの散歩や。のびたび。はい、どうも、じゅんやです。いつもお世話になっております。はい。カンボジア、カンポットの、町の外れにあるバンヤンツリーというゲストハウスのドミトリーからお届けしております。まあこのようにね、ベッドが、ペロッと剥がされた状態で、僕がリュックをね、このバックパックを背負っているということは引っ越しです。はい、移動します。うん、急遽移動することにしました。ここにね、もう3ヶ月、暮らさせていただきまして、で、すごく居心地が良くてね、いいところでした。はい。で、まあ、なんで引っ越すことにしたかというと、暑いんです。はい。すごくね、暑い。まあ、ドミトリーはね、涼しいんですよ。寝るときとか、全然。扇風機でね、十分過ごしやすくて快適で、めちゃくちゃ気に入ってるんですけど、作業場がね、まあ、動画編集したりとか、なんだ？うん、まあ、その他いろいろ今、まあ、ノマド的な感じでね、パソコン使って、まあ、生きるためのね、生活費を稼いでるわけなんですけど、その、パソコンさんがね、暑すぎてね、故障するという、よいしょ、そういう感じに、いやー、狭い、なってまして、はい。ということで、バンヤンツリーさんね、ありがとうございました。3ヶ月。楽しかったよ。いいとこでした。はい。で、うん。で、まあね、ちょっと値段上がってもいいから、やっぱエアコンがね、使えるところで仕事ができるところ、ないかなと思って、まあ近所にね、そういう、まあ、涼しめるカフェとか、うん、探すっていうのも多いんですが、結構最近ね、オンラインでね、ズームとか使って人と、この、話したりとか、結構、ベラベラ、パソコンに向かって喋ることが多いので、あんまりカフェとかでやるにしてもね、ちょっと、まあ、周りの雑音も、あれやし、で、自分がまず雑音になってしまうから、周りにとって。なので、やっぱりね、なんとかこう、人がね、あまりいない空間で、パソコンが涼しくね、使えるところっていうのが、やっぱ、必要やなということになってきまして。はい。ということで、ちょっと、探してみたところ、はい。なんかね、まあ、町を越えてさらに向こうからね、全く逆の方向なんですけど、そっちの方にね、まあ、小1時間ぐらい歩いたところに、いい感じの宿がね、見つかりまして、まあ、昨日ちょっと下見行ってきたんですよ。まあ、実際行ってみないと、どんなとこか分からへんからね。で、まあ、ドミトリーのね。はーい、どうも、うん。ドミトリーの雰囲気で言うたら、全然こっちの方がいいんですよ。もう10対0でこっちの方がいいんですよ。ドミトリーの雰囲気だけで言ったら、ほんまにね、比べるものにならんぐらい、こっちの方がいいんです。バイアンツリーの方が。
すごい薄暗い感じのとこで、あんまりこう綺麗な感じでもないし、ベッドもなんかしょぼいしみたいな、そう。でも、まあ、一応エアコンがついているっていう、そういう環境、はい。で、まあ最近はどこ行ってもそうなのかもしれないんですが、ドミトリーにね、他にお客さんがいないので、まあ、また個室のように使えると、はい。でキッチンもちゃんとあると、キッチンも使えますよと。だから条件的にはね、まあドミトリーの雰囲気で言ったら圧倒的にこっちの方がいいんですが、まあその他の条件で言うと、まあ変わらずで、値段もね、エアコン付きのドミトリーで月90ドルっていう、なかなかの安い宿なんで、まあ日割りで一泊ね、3ドルとかなんで、ほぼ変わらないんですよね、はい。なので、はい、まあそっちにすることにしましたよと。で出てきました、今チェックアウトしてね、お金も払って、はい。ただこれね、食材がね、まあほんまにね、昨日一昨日ぐらいに、ああやっぱ引っ越さなあかんなって思いついて、でペッて探したら見つかって、でもうそこ見に行ってで、昨日決めたんで、ずっとはバンヤンで、うるさっずっとバンヤンツリーでまだしばらく暮らすつもりだったからね、食材はいっぱい買い込んであったんですけど、まあできる限り、昨日と、まあ一昨日思いついたから、まあ一昨日の晩ぐらいからね、ちょっと、減らす感じで、食材をね使っていってて、まあ、ある程度は減らしたんですが、やっぱねめちゃくちゃ重いです、めちゃ重でございます、はい。まあそんな感じで、引っ越しがスタートしましたよと。で次のね、その引っ越し先の宿が、引っ越し先の宿の名前がなんとねもうこれ俺のための宿やんけっていうぐらいの名前で、ノマドワーキングプレイスって言うんですよ。ワーキングスペースやったかな、まあとりあえずね、ノマドが働くためのとこっていう、まさに私が求めている場所やんけと思って、見に行ったら、まあまあ、まあまあやったんで、インターネットもねいい感じかなっていう感じなんで、はい。バンヤンはねちょっとなんかやっぱ不安定なとこがあったんで、はい、バンヤンよりなんか良さそうな、オーナーさんもねなんかアジア系のオーストラリア人で、非常に親切な方やったんで、はい、非常に親切な方やったんで、コミュニケーションもねなんか取りやすそうやなと思って、はい、はい、決めました、はい。で何がでいいかと申しますと、これねちょっとオプションでねすごいいいもんがついてて、はい、牛さんや、牛さんの散歩や牛さんの散歩しながらも無線のイヤホンで音楽を聴いているというね、すごいね現代とね、現代文明と牛さんのコラボですね、はい。で、そうそう、オプションでねすごいおまけがついてて、それがすごく僕には魅力的やったんですけど、まあ、最近めちゃくちゃ運動不足で、まあ、どんどん体がねなんかカリカリになっていってる感じなんですけど、はい。でなんとねそこね3階建てで、あ2階建てか2階建てで、屋上をねルーフトップに
ジムが併設してるんです。はい。で普通にね、ジムの会員になったら月20ドルなんですよ。月20ドルかかるジムがあるんですけど、なんとその施設が、宿のねゲストは無料で使えるということで、20ドル分のね、月額20ドル分のおまけがついているよと。すごいでしょ。だからまあガンガンジムをね利用するとして、その実質20ドル分はなんか浮くみたいな、はい、そう浮くみたいな、そうだからまあ宿代としてはもう実質エアコン付きのドミトリーで、70ドルで泊まれるように、そんなとこですね。めちゃくちゃいいでしょ、うん、やっぱ体をねやっぱ鍛えていかないなあかんなと、鍛えていかなあかんなと思いましてね。昔はね日本おった時とか、まあ、ニュージーランドおった時とかも、ところどころでねやる気になった時とか、まあそういう環境が整ってる時は結構筋トレやってたんですよね、はい、ただもううろうろし始めてからはね全然してなかったから。ワーホルはってね、ニュージーランド、おお、かわいいのおるよ、ほら。ハロー。ハロー。かわいいのがね、こっちにもおるよ。あれ？あ、どっか行った。あ、どっか行っちゃったわ。どっか行っちゃった。白黒のかわいいのがおったのに。はい。はい、でですね。そう、ワーホルはってね、ニュージーランド出た頃がね、一番、いい感じに人生で一番いい体してたんちゃうかなっていうぐらいの、ニュージーランドおる間に、ね、結構頑張ったんです。はい、田舎に、前半田舎に住んでたんですけどね、前半田舎おった時もスケボーするか、ちょっと頑張ってスノーボードしに行くか、筋トレするかぐらいしかないとかやったんで、そこもその時はね月100ドルぐらいで、ニュージードルでね月100ドルぐらいやったかな、結構ねもっと安かったかな、もっと安かったかもしれない、月50ドルとかやったかな、なんかとりあえずその時安いなっていうぐらいの価格でジムが使えたんで、24時間使えるやつが、なのでそれ入会してね、まあ週4ぐらいで通ってたんですけど、でまあそこでまあ3ヶ月ぐらいやったんかな、ジム3、4ヶ月そこでジム通って、でそっからオークランドに引っ越したんですけど、オークランド着いてからもね、まあ仕事がオークランドで見つかったから引っ越したんですが、その仕事始めるよりも前にまずジム探して入会して、で大工の仕事やったんですけど、その時のね現場の近くにいい感じのジムをね、見つけて、まあ仕事帰りにね現場の近くのジムでトレーニングして帰るみたいな、そんな暮らしを半年続けました、はい、で同じ系列のね、店系列店が街中にもあって、宿の近くね、はい、でそっちも使えるっていうことで、休みの日はそっちの方行ったりしてね、はい、とりあえず暇さえあれば、ジム行って一人で黙々と筋トレしてるみたいな、そんな暮らしやったんですけど、なのでニュージーランドのワーホリの間にねだいぶで、仕事もね大工さんっていう肉体労働やったんで、はい、だいぶねいい感じに仕上がったんですが、もう
からワーホリ終わって旅始めて半年1年もしたらね、もうほっそほそですよ。筋肉なくなってもうて、あの飯もそんな食えへんようになるし、収入がまずないからね。はい、東南アジアで安い食事をできるだけ節約して、できるだけ、はい、食費から削っていったりするからね、うん、食費や土台削っていかないとあかんから。でそんな感じで暮らしてたら1年でもガリガリですわ。こっからさらにね、もう3年4年経ってるから、もう大変なことですよ。で去年か一昨年やな、一昨年の、10月から、年越し1日までね、1月の、ニューカレドニアで暮らしたんですけど、まあその時もね、ここであんまり金はなかったんですけど、まあ、借りてたねお家が、あの知り合いのね、知り合いのお姉さんの恋人みたいな人の家に、はーい人の家が空き家、しばらく空き家になるから、あのちょっと住んどってくれっていう感じで安く住まわしてもらったんですけど、そこにそのあの筋トレマシンがね結構しっかりしたやつ置いてあったんで、で一人でね、一人で丸2ヶ月か、一人で丸ちゃうわ、一人で1ヶ月半過ごして、で最後の1ヶ月はなんか、みんなが続々と来て 4,5 人で楽しく過ごしたんですが、まあ基本一人の時はもう黙々と筋トレみたいな、毎日筋トレみたいな感じで暮らしてたんで、去年の初め頃か、2020年の初め頃とかはバリにおった時とかはね、ちょっといい体に戻ってるんですよね。はい、ちょっといい体に戻って、ぜひあのその頃の動画見てください。あのギリドラ湾岸の海に入っていく動画とか見たらね、あ、こんなええ体してたんやっていう体してるんですけど、そっからさらにまたカンボジア移って1年ね、節約生活してたらもう痩せ細ってしまってね、悲しいぐらいにこんな感じの体なんですけど、それをねちょっとなんとか取り戻そうかなと思ってます。はい、だからどんだけ変われるかっていうね、そういう企画も動画でお届けしていけたらいいなと思ってます。はい、ということでなんか引っ越しの報告よりなんか筋トレの思い出話の方が長くなってしまいましたが、そんな感じで、今せっせとね、いや、はい、It's okay, thank you。 バイクか、バイクタクシーもいいんやけどな、ワンダラーとか言ってるしね、え、まだ半分も歩いてないです。結構過酷な引っ越しになりそうですね、今回も。前回はそうでもなかったか、前回よりね倍ぐらい歩かなあかんかもしれん。どうなの、お、冷蔵庫売ってる。はい、で前回よりも荷物が重くなってる。髪の毛はね軽くなりましたが、頭は軽くなったけどね、切ったドレッドをカバンに詰め込んでるからね、重さ髪の毛的な重さは変わってないんですよ。で荷物も増えたからね、こんなんとか、はい、ちょっと、休憩し持っていかないとやばいね。なんだかんだエテラにもうすぐね、橋渡るところの手前のところらへんです。ちょっと橋渡ってからどうしようかな。でもね、まあ食材をちょっとでもそこでから出ようと思って、結構朝ごはんいっぱい食べてきたんですよ。うん、だから別に
コーヒーも飲んできたしね、別にカフェでゆっくりっていう感じでもないよ、なければちょっとどっかで飯食ってっていう感じでもないので、まあこんな感じでのんびりできたらいいなとか思うんですけど、ちょっととりあえず休憩はどっかで必要やな、すでにしんどい。ちょっとねこのカバン重たいから持ち替えます。はいね、なんだかんだ歩き始めて20分が経過いたしましたが、ここまで20分で来れるんやね、このペースで歩いて。荷物なしで早歩きやったら15分とかそれぐらいで来れたんかな。ここまで20分やったら1時間以内には着くかな。はい、そんな感じで、こんな感じです。ちょっとね途中でほんまに無理ってなったらトゥクトゥクかなんか乗りたいと思います。おお、豚さん。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッとして、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。